ヤッホー。すごい似てるな。はい、いつもの場所です。いつもの場所でございます。でやっております。隠し撮り風ですか。隠し撮り風に見えるよね。確かに。ただ毛布置いてあるだけだから関係、隠し撮りとかは関係ないです。はい、なんでこんなに、私何分から始めました。誰かドッキリでもする？43？ありがとう。衣装に着替えるのいつもこれくらい？そうですよ。このぐらいです。靴下履いてるよ。キラキラ、キラキラつけた。なんで靴下履いたって聞いたの？どういうこと？ある程度のメイクで家ではしてません。フルーチはねつくだと思う。私どう思う？みんな昨日の配信見てたか人しか知らないと思うけど、つくだと思う。私作ってない、作ってない、作ってない、作ったな。作らなかったに1ドル。おお、作るわけ。作るわけって言われてんだけど。焼き上がってんでこない。頑張ってください。頑張る。今から作るんですよね。今から今からは作れません。今からは作れません。何作ってるの？作ってないよ何も。フルーチ12人分食べてくれる？誰か絶対食べてくれないよ。誰も多分誰も食べてくれないと思う。やらかしてしまったけどいいや。
おしりんさん食べてくれるかな。鏡がある部屋でやったらメンバーがいっぱいいるのでできません。この衣装好き？可愛いよね。元は違うんですけど。手紙は自分のだよ。自分のです。衣装かわいいよね。エンジニアーニー今日来ますか？ねえアーニーで思い出した、みんな聞いて。私ね今日の午前中に普通に起きて朝でスパイファミリーを見ようって思っちゃってスイッチ入ったのね。それで今もう7話目っていうかそのアニメでやってるその7話目までもう来ました。半分ぐらいかな。もうほとんど見ました。てかめっちゃ面白いねあれ。めっちゃハマっちゃった。めちゃめちゃハマりました私。アーニャが可愛すぎる。可愛いアーニャ。可愛いよね。だから今日はね、あ、そう、だからモノマネしてたの。7話目だから、あれですね。アーニャが、これちょっと、まだ見てる方は、聞かない方がいいと思うんですけど、アーニャが、ダミアンくんだっけ？ダミアンくんに謝ったところぐらいで今止まってます。はい。めっちゃ面白い。だから漫画も読みたいし、毎週土曜日この東海地方テレビ愛知で11時からやってるみたい。23時かやってるみたいなので、アーニャかわいいと思って。途中です。もう終わるけど漫画を次読みたいね。なんか今ルカさんのやつを多分おしみさんが借りてるみたいなので、おしみさんが終わったら借りようかな。あと何分ですか？私6時に行かなきゃいけないので、あと何分かなと思って。MC は何の略ですか？お、マスターオブセレモニー。言えた。53分。 OK。 6時には終われるかな。6時に行かなきゃいけないんだけど。スパイファミリーは何巻まで見たの？あの漫画はまだ見てない。アニメだけ。でもなんか全然アニメと漫画が違うみたいなこと言ってたかな。違うみたい。ギリギリいけそう。ギリギリいけますか？そわそわしてる。そりゃそうだよ。6時に行かなきゃいけないから、そわそわしてる。終われるかなと思って、せっかくやったのにもったいないじゃん。ちょっと5分前になったらみんな教えて。ちょっとコート着てくるから。コート着てくるから教えて。もう5分前？5分前？
もうコート着てくるね。じゃあみんな待ってて。ただいま。今ね、衣装さんにね、三つ編みめっちゃ可愛いですねって言われた。やった。リーダーの個室なんてございません。やめてください。リーダーの個室はございません。モフさんもスパイも、あ、おお、あ、配信してます。あ、どうぞどうぞどうぞ。リップ取りに来てこんな、それでもね、58分で終わるらしい。58分で終わるみたいです。何が、あの58分15分。本当もうギリギリです。じゃあちょうど、そう、ギリギリちょうどいいじゃん。ちょうどいいっちゃちょうどいいですけど。だってすぐそこに行ける。ゆずちゃんって来て。はい。ゆずちゃん。今日リップ塗ってるのゆずちゃん。よく鏡なしで見ます。ありがとう。いいですか。オッケー。はい。完璧。完璧です。見て。あ、出ました。ウータン。見てみんな。出ました出ました。わかりますよ、ウカイ選手ですね。そう。もうみんなありがとうね、覚えてくれて。あの昨日。勝負配信で野球の話をしたんですよ、うん、でちゃんと学びました。え、本当出ました。マジありがとう、うん、周平ぐんちゃんできてますよ。ぐんちゃん、ぐんちゃんはまだぐんちゃん取らない。あれ、ぐんちゃんはぐんちゃん、うん、うん、面白いな。面白い面白い、本当に見て、うーたん。いろんなの持ってるなって。え、まあ全然あるよ、いっぱい。うん、面白い。メイクポーチに行ったらいっぱいある。あ、クラメ男児買ってきたよって言っている。あの、ツイッターで見たよ、誰か言ってくれたやつ。すごい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。あ、今日放送日なんでぜひ見てください。9時54分。はい、確か東海テレビさんです。よろしくお願いします。お願いします。すんごい毛布で。ウータン、うん、ウータン、そうです。ウータンで調べてみ、ウータンで調べてみて、みんな気になる方はぜひぜひどうぞ。あと1分だよ。はい、あと1分。あ、58分です。はい、ということで15分になったら切りたいと思います。皆さん短い間でしたがお付き合いいただきありがとうございます。この後はぜひ6時半から公演ですのでぜひ見てください。みんな見てくださいね。今日は三つ編みをしているのでぜひ見つけてね。テロップ出るまで切らないでって言われた。はい、わかりました。今日前髪絶好調かな、わからないですけど。頑張ります。みんなありがとう。黙ってたら可愛いって言われた。それも何十回って言われましたよ。何十回言われてきました。フルーチはございません。フルーチはございません。中断発表ございません。中断発表はないですよ。ダービーの日の予定は K2 公演ですよ。29だよね。だからお弁当違います。喋らなきゃ頭よく見える。本当に、あ、出ました。みんなありがとうね。はい、スクショタイム、バイバーイ。ありがとう、みんな。